こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2023年の10月2日を5時間ほど過ぎてますけど、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 39.01 円ということですが、だいぶ上がってきていて、で、これちょっと39円となってますけど、このヒゲでね、40円を超えているということです。はい、1時間足にすると、これ1日かけてですね、これずっと、はい、こう上がってきたということですね。はい、昨日もちょっと上がりかけてたというところで、さらにもう一段上がって、で、今ちょっとね、落ちてきたということですけど、まあ、これだけ上がったことを考えれば、ちょっとね、戻すのはしょうがないのかなということで、まあ、とにかく40円にね、戻したことは良かったなということで、まあ、いろんな方もツイートされてます。はい、ちょっとまずはね、ちょっと一安心かなと。はい、で、もう一回冷やしですと、まあ、しっかりね、この平均線、こうゴーンと超えてくれて、であとは週でねどうなるか、はい、週だとまだね、こんな感じ下向きなんですよね。はい、でこれ25本なんでまだ、この辺かな、この辺含んでるのでまだねちょっと下に行きそうですよね。はい、でここがやっぱこう抜けてくれないと上には来ないので、はい、ちょっとこうまだ50円45円ぐらいですか、その辺まで行かないと、ちょっとね、反転を見込めないのかなという気がします。では、ツイート見ていきます。はい、値段がね、上がるということで、こちら、ステークウィズプライドさんが、チャット GPT が、体の比率15ドルということで、ビフォーザクローズオブ2023ということで、年末までにですよね、年末までに、チャット GPT が言うには15ドルということで、2000円ということですね。はい、まあ、どういう聞き方をするかにもよりますけど、はい、まあね、ちょっと一応私がやってみると、設定の違いもあるかもしれませんけど、価格予想はね、できませんと、ご自身で注意して投与してくださいみたいな注意が返ってきました。はい、ビットコインアーカイブさん、ジャストインということで、ジャパニーズカージャイアントホンダということで、ホンダがビットコインを受け入れましたと。はい、で他の方もね、このように拾ってますので、ちょっと見ていきますね。はい、トゥデイクニュースというところ、記事ですね。日本の自動車大手ホンダは現在支払い方法としてビットコインとイーサリアムを受け入れていますと。はい、この情報ですかね、この写真が出てますが、急速に進化する暗号通貨の世界において、有名な日本の自動車大手であるホンダは、ブロックチェーン決済システム FCFPay と重要なパートナーシップを締結しました。このパートナーシップは、顧客が従来の法定通貨の代わりにデジタル通貨を使用できるようにすることで、顧客がホンダの製品を購入する方法に革命を起こすように設定されています。主要なブロックチェーン決済システムである FCFPay は、ビットコイン、イーサリアム、リップルなど主要な暗号通貨と、柴犬、ドージコイン、ペペコインなどミームコインを採用しています。ホンダが取ったこの先見の明のある一歩は、消費者体験を再結成するだけでなく、日本を Web3 業界の三前線に押し上げています。ホンダはあなたの暗号の旅を盛り上げるでしょう。あなたの、夢をファイナンスリース、または購入すると。Web3 イノベーションに対する日本のコミットメントは、与党自民党の Web3 プロジェクトチームによってさらに強調されており、最近国の Web3 産業の拡大を目的とした提案を特集としたホワイトペーパーを発表しました。この動きは、技術進歩の最先端にとどまるという日本の決意を強調しています。と。はい、で3月13日に、報じたように、日本の自動車メーカーである日産は、2023年、米国商標を出願して、Web3 かな、の領域に参入し、米国で新しい仕様を出願して採用されましたということですね。で、ホンダと FCFPay のコラボレーションは、これら他の注目すべきパートナーシップとともに、暗号通貨の採用とブロックチェーンテクノロジーの統合に向けた大きな進歩を表しています。暗号通貨の状況が進化し続けるにつれて、このような先駆的なイニシアチブは、金融及び商業の状況を再形成し、世界中の消費者に新しい機会と可能性を提供するよう設定されています。ということで、頼もしいですね、これ。はい、FCFPay のちょっとホームページ行ってみたんですけど、ちょっと ADA が使われているのかどうか分かんなくて、ちょっと ADA で検索してみたけど、出てこないので、使われてないのかなという気がします。ちょっと分かりませんけどね。はい、こっちのクリプトモイストっていうところの記事の方が、ちょっと分かりやすいかなという気がしますね。
こっちはまたツイートをこう拾っているので、ホンダ、リップル同時購入するための暗号で支払いを FCF ペイで受け入れます。東京を拠点とする自動車、オートバイ、電気機器メーカーのホンダ機械工業は FCF ペイと提携して暗号通貨での支払いを受け入れています。ということで、FCF ペイのこうツイートですね。はい。で、ここにね、いろいろあるんですけど、この中にカルダノはないなというところですね。はい、具体的にはホンダは顧客がリップルや同時コインなどで、同社の製品をレンタルまたは購入できるようにしますと。実際ツイートともに投稿された画像は FCF Pay for Honda ブロックチェーン決済システムでサポートされている46以上の暗号を示しており、ビットコイン、イーサリアム、ライトコインのクラシックと並んで他の暗号も示されています。同時に加えてリストにはチバ、ペペ、フロック、ちょっとこれだけ、ミームコインなのでちょっとわかんないですけどね。はい。ホンダの暗号の支払いに新たな開放性は NFT に関する別の最近のニュースに加わりますと。実際東京で開催されたフォーミュラワンホンダレッドブルのウェルカムイベントで、ホンダは日本で新しい限定版 NFT を発表しました。基本的にホンダは1月にフォーミュラホンダレッドブルのチケット抽選に参加したすべてのファンにホンダキー NFT を配布しました。イベント参加者には記念 NFT も贈られ、イベント終了後にチケット所有者に配布されましたと。ホンダのシグネチャー NFT のこの発売は日本の知的財産及びコンテンツ所有者のグローバルな Web3 戦略をサポートするため設立されたアニモカブランズジャパンと共同で行われましたということです。はい。まあ、これを機にね、一般の方に知れ渡って、まあ体の輪にね、もうちょっと広がってくるといいなと思うんですけどね。はい。DK さん、米金融大手が RWA をパブリックチェーンに載せたとき、それがDeFiの一つのゴールなのかもしれないと。今度は金融の大手の話ですね。現実資産を RWA というみたいですね。のトークン化推進、イーサリアム化、プライベートチェーン化、JP モルガンシティ、フランクリン・テンプルトンの選択と。まとめ、シティと JP モルガンはイーサリアムのようなパブリックブロックチェーンではなくプライベートブロックチェーンを使用している。資産運用会社フランクリン・テンプルトンはプライベートブロックチェーンは急速に革新するパブリックブロックチェーンにかなわず衰退するだろうと述べた。最終的には銀行による現実資産のトークン化の最大の市場はパブリックブロックチェーンになるだろうと、チェーンリンクの共同創設者は予測しているということです。まあ、パブリックチェーンもうね、まあ、エイダ保持してる人は、まあ、支持してると思いますけど、はい。なので、まあ、聞けば、まあ、そうだろうなと。なかなか難しいんですけどね。はい。ということで、金融の方でも、ね、パブリックチェーンにしないといけないんじゃないかなという声が出てるということですね。はい。はるさん、野村の暗号通貨部門、レイザーデジタル、新たな東京オフィスを開設と。野村の暗号通貨部門であるレーザーデジタルは、東京に新しいオフィスを開設することで日本での事業拡大を果たしました。同社は野村デジタルカンパニーのエグゼクティブディレクター工藤氏を東京オフィスの代表取締役責任者に任命しました。レーザーデジタルはベンチャーキャピタル、資産管理、取引を中心に展開しており、すでに10以上の暗号通貨スタートアップへの投資を行っています。先月は同社ロングオンリーのビットコインエクスポージャーファンドを提供する資産管理事業を立ち上げました。またレーザーデジタルはドバイの仮想通貨規制機関から営業ライセンス承認を受けており、ドバイの拠点から暗号通貨ブローカーディーラーや資産管理サービスを提供することが可能ですということで、これは AI の記事だそうですけど、まあこれでね、野村がいろいろやっていってくれて、まあ、なんだろう、暗号資産のね、業界がちょっと盛り上がってくれればいいなと思いますし、まあ一応ね、シンクタンクみたいな機能もあると思うので、AIDA のね、良さもなんか認めていってくれるといいなと思うんですけどね、まあさっきかな、これは。はい。では値段に戻りまして、39.07 円ですね。はい。14,012.9×39.07 で元本が10万円ですので、計算しますと、446,503円のプラスということになりまして、はい。446% のプラスです。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。